はい、どうも、ヒョドルです。アサシンクリードユニティ続きをやっていこうと思います。ですね。とりあえず、屋根の上からこんにちはということで、非常に素晴らしいパリの景観でございます。はい、そんなことどうでもいいんですけど、どうでもよくはないですけどね。いいグラフィックです。とりあえずストーリーを進めていこうと思います。左下に、ミニマップがあるんですけど、今、ミニマップで右上のところに、今真上に来ましたね。びっくりマークがついてると思うんですけど、今そこに向かっているところです。なんか人だかりが。ここはなんか、あれですね。誰だっけ？デラセール卿が殺されたところじゃなかったっけ？びっくりマークはどこかな？トントンと降りて、さすがに高すぎて一気に降りれない。いて。おお、どうもおっさん。危ねえ。はい、着きました。今回、シークエンス2のメモリーに、2だの2だの、再生を、プレイします。ただの住所じゃありきたりだよな。サントシャペルの内部を調べる。前回は脱獄をしたんですよね。デラセール卿を殺害の犯人として捕まってたのかな。監獄で捕まっていたところをですね、父親の知人と共に脱獄したところで終わってますね。で、その知人からはですね、そのアサシンに、教団に入ってアサシンになるんやって言われていると。どこどこ？あ、なんか、どこ行けばいいのか分かんなくなっちゃった。 どこや？これか。どっかから中に入りゃいいんですかね。入るとこあんのかな。あ、違う違う、こ、あ、あの緑のとこか。間違った。 下に入るとこあんのかな？とりあえず上上がってみようか。なかなか立派な教会かな？ですけど。どこから入るんや。 入れてよー。あの扉、あー、なんかマーカーが見えたぞ、今。この扉は入れないですよね、多分ね。なんか今足元が光ってる。あれだな。とりあえず下に降りまーす。んで、もう一回鷹の目。あー。入れるかと思ったら、ただの隠れ場所やないかーい。はい。なんかね、この辺 この中っていうのは分かってるんですが、この辺から入れん、帰れへんかな。よいしょ。おお、入れた、入れた。中入るだけですごい手間取っちゃった。絶対にこのメダルが関係している。そう、なんかメダルを持っていて、それを鷹の目で見ると、こう、隠れた紋章が浮き出ていたんですよね。あー、あれがそっくり。あそこじゃないかな。
なんかあのでっかいステンドグラスっていうんですか、でっかい窓の模様に似ている模様がさ、彼が太持っ陽の光だてろうか。るメダルにですね、あれ、横行けねえか。メダルに刻まれていたんですが、横行きたいな、横行きたいな、無理、無理。あ、降りちゃった。これなんか飛び移れそうだけどな。あ、行けた、行けた。なんかこの辺じゃないかと思うんだけど、あ、やっぱり、あったあった。インタラクト。ここにメダルをはめるんですかね。お、シャンデリアが動いた。で、あそこまで飛び移っていけばいいんですかね。危ねえ。お？なんか今むちゃくちゃだった気がする。まあいいや。なんかね、アサクリユニティいろいろこうバグがっていう話が、レビューでは散見されましたが、今の ちょっとバグ臭かったですね。2回落ちた気がする。遅かったな、小僧。なんだここは。聖域だ。ここで訓練を積んでいる。敵の目も届かない。穴蔵から出てきたばかりだろう。これは穴蔵じゃない。中枢部だ。これを使えば姿を見られずに街中を移動できる。どこも監視してる。本当か？視界に問題がありそうだが。見晴らしのいい場所の方が良くないか。ここは600年間使われ続けている場所だ。すげえな。いつから暗闇の中で俺を待ってたんだ。今しがただ。業務が鐘楼から見つけた。大層な入り口だ。おちょくってるのか。いや、本心さ。やけに仰々しい。黙れ。着いたぞ。候補者よ、こちらへ。なんか立派な感じの候補者、アサシン候補者ってことですかね。おお、シャルル・ドリアンの子息が戻ったとはな。ベレックは来ないと言ったが。なぜ来た？もう過ちから逃げたくない。デラセールさん、父を、すべてを正したい。デラセールの死に責任を感じているな。なぜだ？お前がやったのか。どちらにしろ、責任は俺にある。彼は大きな罪悪感を背負っている。本当によろしいのですか？ああ、そうだ。試練と向き合えることだろうな。間違いないぞ。よろしい。闇を抜けて光の中へ、そして光から闇へ。鷹の道を通る覚悟は。助けがいるかって意味なら答えはイエスだ。ならごめん。なんすか、なんすか、何飲まされるんすか。インタラクト。
なんか気持ちよくなるお薬みたいな感じじゃないのこれ。なことはないか。地下が広がってますね。何が起こるんだ。おい。なんかちょっと現実と妄想の狭間みたいな雰囲気。ここ歩けるのかな。歩けるわけじゃない。これはなんか先代のアサシンですかね。アサシンの歴史を共有するみたいな、そういう感じなのかな。一緒に行っちゃダメ、父さん。勇気を持て。ここで待っていなさい。この時計の針が上まで来たら。怖い。こっち見てる。学校の階段見て。ちょっとこっち見んなよ。父さん、あの子はどこだ。お父さん。インディ・ジョーンズみたい。とん？滑ってる間に R2 と丸を押す。R2 と丸を押して何が起こったのかよく分かんなかった。父さんがやられた。これはデラセール教へのお手紙じゃないですか。すぐに届けなければ。非常に重要なんだろう。そうなんですよね。俺が届けるからっつって。デラセール卿が預かったものだったんだけど。こっちか。とおお。戻ってきた。父の書斎の床で見つけた。未開封。私は君ほど信頼できない。フードの人がいっぱいです。お、え、もしかして死んだ。おお、気づかれずにアサシンを倒す。なるほどね。うんうんうん。裏から回り込めみたいな感じかな。
我らの祖先より伝わる我らの心情の核をなすことの剣を罪なき者に向けるな。風景に紛れろ。教団を危険にさらすな。これらの心情を心に銘じ従い励む。やむのには死を。立て、朝志。アルノドリアンは死んだ。この世から姿を消し、その罪も過ちも散り解き、今宵から汝はアサシンとなった。てってれー、スーパー中二武器アサシンブレードを手に入れた。ねえ、あの手首からシャキンって出るやつ超かっこいいっすね。ついに手に入れました。はい、ということでシークエンス2メモリー2再生クリアでございます。こっからあのローブを着て、こっから何するのかな。デラセール教の仇を討ちに行くのか分かりませんが、続きもやっていきたいと思います。それではどうもありがとうございました。